We are not さて今回はこの二つの文について勉強していくね。まずは例文を見てみよう。このまず上の文、私たちは若い。この文はさっき習ったばっかりだよね。この下の文に注目してほしいんだけど、私たちは若いに対して若くない。こっちは否定文になってるね。 その場合、文章はどう変化するか、まずはネイティブの発音を聞いてみようね。We are young.We are not young.We are young.We are not young. Are young. Are not young. それでは、この文について、下の文章を使いながら一緒に勉強してみよう。まずは、主語が複数形になっても、否定文の作り方は単数形と、 同じだってところに注目してほしいな。B 動詞の後に、not を入れるだけ。単数形の場合も同じだったよね。そして、単数形も is not が isn't に変わったように、are not の場合も単粛形 aren't ここもよく使われるから。 ポイントとして押さえておいてね。これを踏まえながら次の例文を見てみよう。まずは前に習った肯定文。私たちは悲しいという文。この文が否定文になるとどう変わっているか。赤い文字に注目しながらネイティブの発音を聞いてみよう。We are sad.We are not sad.We are sad.We are not sad. We are sad. We are not sad. さっきも説明したように B e 動詞の後に not が来ることによって否定文になってるね。次の文を見てみようね。あなたたちはウィリアムの両親です。がありません。という否定文になると英語の文はどう変化してるかな赤い文字に注目しながらネイティブな発音を聞いてみようね。You are William's parents.You aren't William's parents. You're William's parents.You aren't William's parents.B の後に not, are not そして短縮形の aren't を使うことによってこの文章は否定文になっています。それでは最後に単数形の文と複数形の文2つを比較してみるね。まずは単数形の文彼は背が高いの否定形高くなにするには前習った通りに is の後に not をつけるだけ。そして、それの短縮形の isn't が来るだけだったね。ネイティブな発音を聞いてみよう。前も習ったこの単数形の文と複数形の文見比べてみても、形は動詞が変わってるだけで B 動詞の後にノットを入れているだけ。とっても簡単でしょこのノットを入れること、これさえ覚えていれば、主語が複数になっても否定文は簡単に作れるよね。